しえい、じゃあね、調理編の方行きたいと思います。私、ある場所をお借りして、ある時間に、調理やらせていただこうと思います。稲田、こちらですね、稲田一匹と、ホウボウですね。こちら、ホウボウ一匹です。これを本日はお刺身にしていただこうかなと思っておりますので、そして藤くんに調理補助をしてもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。めっちゃぬるぬるするからね。さっき持てんかったぐらいかな、ぬめりを。ちなみにさばいたことある魚は？アジとか稲田はないです。稲田はない。三枚おろしは、はい、はあります。ある。アジの三枚おろし。どんぐらいのアジ釣った？アジ釣ったっていうか、学校で。大きいやつ？まあ普通のサイズ。普通のサイズか。30センチぐらい。これよりちょっとちっちゃいぐらいだ。はい、小さいです。じゃあ大丈夫だね、調理補助。はい。ちょっと俺の方が不安やから。こんだけ取れれば大丈夫なんですか、ぬめりは？大丈夫だと思います。だと思います。じゃあこれ、あ、まだ待ってよ、まだ全然あるんで。売ってる？売ってます。これをね、もうそろそろいいんじゃないですか、ぬめりを。あと洗い流す。そう、洗い流して、で、血抜きはこれはしてないやつかな。これは血抜きされてないんですけど大丈夫じゃないですか。で、ホウボウも一緒にちょっとぬめりだけ取ってきます、最初に。あっ、ちなみにホウボウって食ったことある？食ったことないです。俺初めて聞いたんやけど。俺も初めて。だから今日持ってきたけど、ホウボウ釣れたんですよ。そのホウボウって聞いたことあるけど、どんな魚か分かんないって言われて。高級魚らしいだろ、めちゃくちゃ。あ、高級魚なの？高級魚らしいよ。へえ。もうそれ売り場とか出したら高値で売れるって。しかもこいつインスタ映えするからね、こいつね。こいつヒレの裏が神秘的な色してるから。そうです。そう、釣れた時びっくりしたもんね。ヒレが青くなっております、ほら。神秘的でしょ。これ撮った時多分映ってると思うけど、めちゃくちゃ綺麗やったからね、はい。あとはこれをさばいていきます。どうする、気まぐれクック風にやる？気まぐれクック、さばいていくって。さばいていくで、まず稲田から、はい、まず内臓を取りますんで、こっから開けます。稲田の刺身は食べたことないの？はないです。ない。これやっぱほら出世魚やから。そうです、ブリなのよ。ブリはありますか？そう、だからブリの上がハマチだってね。はい。で、開いたんで内臓だけちょっと取ります、このまま。ちょっと調理だけでもさ、しっかりとね。あ、硬いな。ちょっと一回洗い流す。ヒレを、ね、ヒレだけ。俺なんか調理するとことかみんな怖いっていうね。危ない？手つきとか。ちょっと危ないかもしれない。ちょっと危ない。大丈夫、指は切らんから。はい。こっちからこう開いていく。これってどっちから開くの？尻尾側から？尻尾側から一回切れ目、こう包丁入れるように入れていって、一回切れ目をね、目印をつけるというか。はいはいはい。これって背びれは取った方が良かったの？あ、そう、いやでも別に大丈夫だ。はい。あんまり長いのはハサミで切ったりとか。おお。タイとか。あ、タイね。はい。タイ釣りたいんだよな。秋田まで行かんとな。海どうすか、今見た感じ。私のうまいっす。できてる方なんこれ？はい。でも
でもこれ2がさ、ちょっとちゃんと切れてるのよ。だから逆にもっと綺麗に切りたかったけど。で、よっしゃ。ちょっとできてね、俺。これ3枚おるし、1枚目。身が残ってますけどね。まあこういうのはご愛嬌ということで。こういうのはね、まだまだ。これがやっぱほら、ちょっとね、発展途上じゃないってさ、1回目から完璧にしても。ほら、いけたやん。いいっすね。いけちゃいましたよ。で、これ1枚目ね。はい。これまだ身残ってるってことね、これも。身残ってるの、これ。ちょっと。どうなん？ちょっと身残ってるかもしれない。まあいいや、後でやろう。はい。で、次はこれどこに入れたらいいの？この、これを探さなあかんねんな、骨のところを。で、これがね、難しいのよ、こっからが。2枚目からが。いいんですかね、こんなに汚しちゃってね。ほぼほぼは俺ちょっと難しいかもしれないから、あんまこっからやるやついないよね。いないっすね。骨こっちから、うん、骨から身を持ってじゃなくて骨を持って外す、難しいな。でも間違えてないでしょ、これでも3枚に下ろせてるってことでしょ。下ろせってあります。多分手順なんて関係ないから、ちゃんとやりたい人は皆さんクックパッド見てください。はい、最終的に一番最近ほらいけました。1枚、2枚、3枚で、まだ身が残ってるのよね、これ多分ね。そうですね。どうする、この長落ちみたいにして食う、スプーンで。いいですね、スプーンで取ってね。じゃあ、で、あと皮を剥がなきゃいけないんですけども、はい、剥ぎ方わかりますか？私皮剥いたことないんですよ。剥ぎ方は、うん、一回ここを切れ込み入れて、そうですね、こうなんだっけ、左手で皮引っ張りながら、引っ張りながら、はい、あんまり包丁の方に力入れてこう引いていくんじゃなくて、うん、引っ張る側に力、包丁の重さでこう、ただ上下にこう包丁を動かす。ほんまや、ほんまや。吸って。あ、ほんまや。いけてますか。ちょっとちゃんとできてるか分からへんけど、いけてなくはないよ。どうすか。いっぱいついてる。下の方身についてる。下の方が身についてる。ちょっとよ、まあそれはまたちょっと別で、ご愛嬌ということで。めっちゃついてる。皮剥いたことないよね。これはどうしたらいい？ここから立て直すには。そんな感じで。皮だけ剥げるの？これ。どうぞ、行きますか。延長なの？サブかな？もともとだっけ？引けてるね。包丁の方に力入れないっていうのがコツね。はい。ちょっと難しいな。ちょっと面白い顔してる。方法。どうなんですか。ちょっと身が、もうこの辺はもうどの道切らなあかんから、背びれやから。めっちゃ面白い顔してるんだ。どうや。腹骨、あ、中骨って言うのはこれのことか。どうやって取んのこれは。これはもうこう落としたっていいですか。斜めに。え？
あるじゃないですか、骨が。もうそのままもう、どこのハチちゃんがある落としてて、斜めにこう。どこのなんかなくたかじゃない斜めに腹骨。ソフトバンクはよくあるのは、サーティーワールと、あと、ヨシキヤ。ここで、ヘルプカード使ってもいいですか。ヘルプカード、ちょっと待ってよ。ヘルプカード。そのまま入ってまだある。滑る。え？そうやって地道にやっていかなあかんのか。そうなんですこれは。くっそしんどいやん。あ、これか、はい、え、見事取れて身押さえて左手で。まあまあご愛嬌ということで、これだね。これこういう感じでしょ、はい、これどんどん抜いていったらいいよ。そうですそうです。うわめっちゃ時間かかるやん。いけるか。これもやってんの学校で。やってます。これ合格者しましたよ。おお。学校で全部合格せなあれなん、就職できるの。まあそうですね、テスト。テスト、はい、そんなテストで受けてないんだよな。マジの時、うん、こんな皮硬くないから、うん、手で剥げるんですよ。あ、アジ、はい、包丁使わなくても。いいな、めっちゃ楽だったんですよ。それでも、テストの内容が手で剥いでもいいってことやったんでしょ。はい、もう先生が。なんかうまくなってきたで。すごい。ほら、あ、もう身取らんなった。やればできる子。ほうぼうも刺身して食うか。そうですね。でもなんか塩焼きも美味しい。塩焼きも美味しいってね。片面刺身にして片面塩焼きにする。でもほうぼうはやっぱ刺身みたいで。あ、そうなんですか。うん、今日言ったけど白身の、たくやさんも言ってたけど白身魚でここまでうまいのはないっつうよ。へぇ。それこそ、ほんとサワラとかタチウオ並み。へぇ。クラウチ、え、この辺は。あ、全部取れましたね。全部取れましたっぽい。はい。ちっちゃい？結構分厚めで食うか、はい、量あるし。いいんじゃない？ほら、めっちゃ取れる身。身めっちゃ取れるで。これは漬けとかにしといていいんじゃない？で、こうまたあれでしょ？骨を。地道よね。これはでもみんなやってんだよね。はい。すごいな、こんな地道な作業よくできるわ。絶対飽きるもんね。え？これ結構あれ？強めに引っ張るな。ダメ？はい。よいしょ。長っ。全く当たりがない。
でも美味しいらしいからね。マジでこっちでつんで魚飲んでもなかったからね。欲しいとかある？いや、ないです。家の壁に貼っておくとかない？ないです。じゃあ捨てるよ。おおおお。おお、いいな。あ、いけるいける。あ、いけた。めっちゃあるやん、量。初めて聞いたの、ホーモーなんて。でも味噌買ってきて味噌汁みたいにします。ああいいね。皮はきれいに切れたか。いいんじゃない。おー、いいね。しまそう。で骨の上を沿うような感じで一回こう包丁が通るところをこうやって目印。なるほど。つけてここ通りますよって。そうですね。骨に沿って。いいんじゃない。お、いいっすね。なんで外国のお客さんが来てんです。外国のお客さんが来てんです。料理の方が出来上がりましたので早速試食をしたいと思います。こちらがですね、これ稲田のお刺身ですね。こっちが、こちらがホウボウのお刺身、初めて食べます。で、これをホウボウのあら汁でございますね。もう顔が入っておりますので、こちら良ければ待ち受けかなんかにしておいてください。これホウボウの顔が全部入ってますから稲田のお刺身から。わさびはね、ちょっとつけないでまずね。いただきます。青物市場一番うまいお刺身が現れました。めちゃくちゃうまい。脂の乗りがすげえちょうどいい。これね、あのブリの上がハマチなんで、ハマチがあってブリがあってワラサがあってこいつなのよ、稲田。でもブリと思う、ほぼ味は一緒です。の油が少ないバージョンだから罪悪感なく食えるね。いいね。うまい。ベリーグー、はい、でこっちなのよ問題は。ほうぼう、もう得体の知れないこいつが果たして、あのね、今日一緒に釣り行った拓也さんは白身魚の刺身史上一番うまいって言ってました。タチウオとかサワラとかあれも美味しいけど、これが今まで食べた中で一番美味しかったって言ってました。なんかそのほうぼうの兄弟みたいなやつ釣ったらしいんですよ。それ食った時にめちゃくちゃうまかったんですよ。早速ね、まず一切れ。これあれだね、やっぱ俺切り方うまかったね。ね、上手になったね。うまいですね。ね、いただきます。これはもうほぼ脂ないで、めっちゃコリコリや。あ、これあれやな、俺が多分日本で一番最初に言うと思うけど、白身魚の市場一番うまいと思う。これ食った方がいい。もう出回ってないですから、一番に、はい、4,000円とかするって普通に、あの量で。だから 4,000円のものを私たちで食べさせていただいてるんです。これに感謝してね、これをいただきたいと思います。で、最後これあら汁でございます。はいね、顔が入っております。まあこれはもう有無を言わさず美味しいでしょ。そうそう、いただきます。195点出ました。満点でございます。これは味噌汁にあら入ってるだけで全部出して出てるわ。
これ作った人、考えた人、天才。誰？俺作ってないで、誰？俺です。おお、顔は見せないけど富士が作ったこれ、はい、全員に入ってるから、アラは美味しく全部いただきたいと思いますので、海の幸をね、今日は美味しく堪能させていただきますので、また機会があればリベンジさせていただきたいなと思っておりますので、その前にまず、ジャグの石、釣り竿を買おうかなと。そこから始めないと、もうあの100均の釣り竿はもう、投げることにいたしましたね。はい、錆びまして、もう使い物になりません、あいつは。なんで1000円なのによく4回持ったなと、いうことですので、新しいなんか釣り竿をね、もし次行く機会があればそれまでに買っておきたいなと思います。で、またね、釣りとかね、よく行く人金が多いみたいなので、またいろんな情報をちょっといただければなと思いますので、ぜひどしどしコメント欄にコメントいただければと思います。よろしくお願いします。ということで、本日の動画これで以上です。どうもありがとう。そしてドクターニコラジチャンネル登録よろしくお願いします。